とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日、タワー攻略やっていきます。今日は、16階から20階のボスまで、やっていきますね。では、まず16階から、です。ここ敵、結構多いです。なので、ゴーレムと、そして愛のメダルを使って、ゴリ押し、していって大丈夫です。愛のメダルでは、もう最大の3体しっかりと仲間にしてあげましょう。そして大暴れさせてください。 OK、 危なくなったら即報酬、ああやばい、回復してください。危ねえ。ここはね、下に落ちることが結構あるんで、下に落ちないように、そこはね、ほんと注意して、うん、下に落ちると即やられてしまうので、まあ今のはね、うまいことポーションが余ってたのでよかったんだけども、ポーション余ってなかったらマジで死んじゃうので注意してください。終わりかな。はい、では16回クリアでーす。そして、久しぶりの防具、変えましょう。ミステリーアーマーだね。ミステリーアーマーのエンチャントは固定なんだけども、ついてるスキル、これは、その時その時によって変わります。今回は霊体になって蜂を召喚。悪くないね。悪くない、エンチャントだと思います。変えちゃいましょう。そして、エンチャントをつけていきます。ここはポーションバリアが絶対に必要になるので、ポーションバリアをつけます。そして、もう一つのおすすめは、帯電だね。帯電を入れていってください。ここは下に降りた瞬間に、ゴリが2体出ます。ゴリさんが。それがね、また強いので、もうすぐにポーションバリアを使って、愛のメダルとゴーレムでゴリ押しで倒しましょう。ゴリだけにね。しゃ。オッケー。ポーションバリアで、9秒間、無敵になると、無敵じゃないけどね。全然倒しやすくなるので、大丈夫です。もうほんとね、ポーションバリアなかったら、まずやられると思うんで、ポーションバリアは絶対に、つけていきましょう。間違いないです。ポーションバリア、ここは絶対必要だ。しゃ。で、ここはね、ゴリが強いだけで、あとは全然、なんてことない場所なんで、あとは大丈夫ですね。でも、ポーションバリアは本当に忘れないでください。ポーションバリアは、こっから結構必要になるので、重要です。そして17回報酬はいりません。エンチャントポイントを取ってください。はい。で、そしてここだね、クリーパー多めです。うん、愛のメダルで拾っていくか、もしくはいけ、ゴーレムで倒していくか、どっちかだね。まあ、どっちでもやりやすい方で行ってください。またクリーパー来るよ。あ、やばい。ゴーレム行っちゃって。よし。クリーパーがね、やっぱ2発ぐらい、ボンボンって来たら、やばいもんね。よし、やべ。あぶね。危ない危ない。まだね、星なき夜の2発目で、ワンパンで倒せるぐらいなんで、うん、まだギリだね。そう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 。で、あと、この、帯電か。帯電でも、いいダメージ与えれるので、帯電はしっかりと、使っていきましょう。しゃあ。で、終わりかな。うん。この最後の方が、クモとレイスが、コンビで出てくるんで、クモの巣には絶対に引っかからないようにしましょう。レイスの炎で焼かれて死んじゃいます。18階の報酬、ここはなしでいいです。
エンチャントポイントを取りましょう。そしてエンチャントをつけていってください。おすすめは激光ですね。激光を取っていってね。そしてここがユニーク職人、装備をユニークに変えてくれます。乱射のクロスボウをハープクロスボウに変えちゃいましょう。はい、ではボスだね。ここのボスがちょっと嫌なんだけども、いっちゃいましょうか。うん、結構強い。でも愛のメダルとバリア、そして、ポーションバリアか、この3つを使っていくとまあ勝ちやすいかな。うん、ポイントをそこそこ抑えていければまあ勝ちやすいと思うので、いきましょう。まあ、とにかくまずは攻撃で召喚してきたら愛のメダルで取り込みます。でビームはバリアで防いで、先ほど入手したハープクロスボウ、これがいいダメージを与えますので、いきましょう。でここだね、難しいのが2回目の召喚の時が愛のメダルがまだあっくね回復してないんで、ここ注意です。ここはマジで注意。 OK ね、いけ。まあ、うまいことポーションバリアとか、あとはどっかに逃げ込むとか、そういうので、やり過ごしてください。よし、いけるね。あぶね、おお、死んだと思った。やべえな、これちょっとやばいっすこれ結構やばい、ちょっとやばめなので、ポーションが回復するまで若干待ちます。あぶね死んだと思った。 OK 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 で、ポーションバリアがついたらこの時マジチャンスなんで、ここはしっかりと与えていく。あー、倒せるね。よっしゃー、ふう、結構ギリギリな戦いになると思うんで、ここは気合を入れていってください。まあまあ召喚のたびに若干逃げて、全部回復するまで、ここら辺とかで待ってみるっていうのも、まあ、一つの手だと思います。うん、逃げるのも、うん、重要だよ。クリアです、20回。では、報酬だね。20回の報酬、ここで武器を変えましょう。星なき夜、ちょっともったいないかなと思いきや、こっからはね、このね、両馬王のがかなり活躍しますので、これを取ってください。はい。ということで、今日は16回から20回のボスまで攻略してみました。ここら辺からちょっとね、難しくなってくるので、気合を入れていきましょう。では次は21回から25回ですね。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。